ホンダ CB、ホンダ CB250RSCB250RS は、かつてホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。形式名 MC02。軽量化を徹底追求し、高い操縦性を狙い開発された、排気量 250cc クラスのロードスポーツバイクである。1970年代までの 250cc クラスロードスポーツモデルは、 1>, 1クラス上となる 350cc とのフレーム、車体の共用設計が上等とされていたが、1975年に免許制度が改正されたため 350cc クラスは普通自動二輪車の上限排気量となる 400cc に主力外交。より一層大柄な車体が好まれた背景から 250cc クラスのアンダーパワー感が顕著になった。その一方で時期を 同じくしたバイクブームや各バイク雑誌のキャンペーンもあり、鈴木 RG250 や川崎 Z250FT など他社が 250cc 専用設計モデルを投入した。当時のホンダ技研工業は 250cc クラス主力としてホークを製造販売していたものの 400cc モデルと共用車体であったことから、 車両重量は 180kg にも達しており、他社の専用設計モデルに走行性能で優位性を保てないと判断し、本モデルの開発に着手した。キックスターターのみで始動する、デュアルパーパスモデル XL250S 用、L250SE 型空冷4ストローク4バルブ、再一時短気筒エンジンを、本モデル用にチューニングし直し、 MC02E 型とした上で、専用設計のダイヤモンド型フレームに搭載し、同社独自のコムスターホイールや普及し始めていた、キャストホイールを採用せずアルミニウムリム製、スポークホイールとするなど、ホークから大幅な軽量化となる、装備重量 139kg を実現。出力的には、ホーク系の 26-25PS と 1PS ダウンだが、 それ以上に軽量化のメリットが優位となったことから発売開始時にはイメージキャラクターにレーサー片山隆史を起用しひらり瞬速モダンシングルのキャッチコピーで軽量化による高い運動性能をアピールした以下の仕様変更を実施した CB250RSZ を追加同年7月に開催された鈴鹿8時間耐久ロードレースで ホンダフランスチームの RS1000 が優勝したことを記念して以下の特別仕様を施した限定モデルの CB250RSZR を発売。エンジンヘッドを DOHC とした CBX250RS へフルモデルチェンジされ生産終了。ありがとうございます。